こんにちは、柴田です。今回はイエローモンキーエマさんのモデルになります。こちらグレコからですねリリースされているイエローモンキーのエマさんのモデルで、まあ僕の記憶だと僕高校生の時にねテレビで見た時エマさん使ってたんで、まあ95年ぐらいですかね。今はどっちかっていうとエマさんはねレスポールのイメージの方が強いかと思います。これアポロというギターなんですけれども、スペックはねレスポールに近い感じになっておりまして、ボディはマホガニー、そしてメイプルのトップで、ネックもマホガニーで、指板はなんとエボニーになっております。黒々してますね。こちら AP1000 という型番なんで、まあ、定価10万円、まあ、それなりにしっかりしたスペックになっております。そしてピックアップがリアはオリジナルのグレコのエクストラっていうんですかね。そしてフロントはですね、なんとドライです。まあドライと言っても90年代のドライになるので、まああの今人気でね、高くなっている80年代ドライとはちょっと別物ですね。重量は 3.8 と、レスポールよりは軽めになっております。メイドインジャパン。しっかりとシリアルが入っております。まあ、重量 3.8 ちょいなんですけれども、結構ね、持った時にはズシーンとくる感じですね。ナット幅41で握りやすい感じですね。レスポールスペックだけれどもネックは全然太くないです。それではナチュラル系から鳴らしていきます。リアです。しっかりとメリハリがある、膨らみますね。うん、なんか魔法っぽさが出てる。90年代ドライこんな感じの音なんですね。まあ、印象としては、まあ、レスポールのスペックらしくちょっと甘くマイルドなところもあるんですけれども、このメリハリの良さはねエボニーかな、エボニーから来てるのかな。割とパキッとした部分もありますね。今ねコントロールで気づいたところが、これねボリュームボリュームトーンになっております。フロントボリューム、リアボリューム、そしてトーン。ではドライブ踏みます。割とジューシーなイメージですね。ジュワッとしてる感じで、フロント、うん、1、2弦は結構さっぱり気味。巻き弦ね、マイルドだけど、あんまりこもりすぎない感じでね、これはこれで使いやすいんじゃないかなと。で、もう一度リア行きまーす。クランチ系も、うん、いい感じです。ボリュームのね追従性もしっかりしてるなと。
というふうな感じでございました。いかがでしたでしょうか。イエローモンキーエマモデルグレコ AG1000。 レスポールのスペックだけどレスポールほど癖はない、もっと使いやすい感じというか、あとまあ弾きやすさっていうかですね、日本人の手に馴染むような感じになってるんじゃないかと。まあもちろんですね、今もう製造されてないんでなかなか見かけることはないんですけれども、イエモンファン必見のギターです。まあ今後もねこれね作られることないでしょうし、原型はねこれモズライトなんですかね。ギブソンのね RD にも若干この斜めな感じは似てたりもしますけれども、まあ、非常に独特で面白いギターでした。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。